どうも、ケスケです。今回は、強大な敵パーティーを使っていこうと思います。はい。今の環境の強大な敵パーティーって、そこそこ戦えると思ってます、個人的には。まず、ジレンでしょ。で、不死身の変身パーフェクトセルでしょ。で、あとは、まあ、打撃カバチェンやら、相手の紫を見てっていう感じで、まあ、パーティーが組めるので、そこそこ戦えるんじゃないかなと思います。で、今の環境で使うのであれば、多分ジレン変身パーフェクトセルは確定。で、相手のパーティーに、覚醒悟空3とか、身勝手とか、その辺のキャラクターがいると、まあ、ターレス出していく。そういう感じでいいと思います。はい。ってなところかな。うん。まあ、貫突ジレン、せっかくなんでね、ガンガン使っていかないと、ちょっとかわいそうやし、まあ、個人的には、まあ、敵キャラが好きなんでね。うん、ジレン使ってて楽しいなとは思うんですけど、使っていきますか。はい、ということで、よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは PVP 回っていきましょう。はい、マッチングしました。対戦やっていきましょう。何パーティーかちょっとよくわからないんで、はい、ライバル宇宙かな？ドラゴンボールスーパーのキャラクターしかいないですよね。さあ対戦やっていきましょう。爆死を。君とは友達になりそうだな。君とはぜひとも居酒屋で飲みに行きたいですね。うん、酒飲みながら喋りたいですよね。マジ、運営身勝手よこせやみたいなね。うん、はい、よろしく。私を楽しませてくれよ。見てくれやろ。はい、ずらしていく。これは勝負の世界なんでね、君と波長が合うからって勝負は油断しないよ。はい、特殊カバチェン向こうさん、こんにちは。あ、動いて。大丈夫ですか。あー、なんだそれ、マジか。カバチェン外し。お、違う。一体何なんだ、一体何なんだ。君は柔らかいな。身勝手、身勝手柔らかいよね。過ごしは楽しませてくれよ。やるやる。その単発止めを見るとは、お主なかなかやるな。ナイス。じゃあ究極アーツいっちゃいますか。貫突ジレンの究極圧を食らいやがれ。お、これが貫突の力。あはは落とし切っていく。近づいてくなや。な、君コンボ外れてるよ、さっきから。なんでそれ、わざと。あ、俺も外れていく。わざとですか。十字砲、聖なる激凛、グランドクロスを食らいやがれ。ちょっとちょっとちょっと、笑かしてくれるやんけ。普通にね、やっぱりね、強大な敵パーティーはジレンと変身パーフェクトセルの組み合わせがものすごく強い。メイン使ったよな。もうバニシング奪ってもうて、これでもう必殺アーツで勝ちです。はい、何をやろうが勝ち。遅い。はい、落ちるよ。はい、対戦ありがとうございました。はい、今日ベジテックパーティーですね。対戦やっていきましょう。これ赤色出てこないでしょう。だから黄色出していこうかな。うん、フラグメントついてないもんね。だから赤色は出てこないはず。
で、まあもし出てきたとしてもフラグメントついてないからそこまであれだと思うんで、はい、出てこないですね。危ない、にゃーん、危ない危ない。ジレン参上、ワイは関突ジレンや、よろしゅう。ジレンが関西弁でも俺全然違和感ないんだよな。わかります？わからんか。何話のジレン、服脱いだら背中にドラゴンのタトゥー履いててほしい。さあ、怒りトランクスやっぱ硬いね。おいおいおい、さすがにまだライジング溜まってないと思うんやけど、交代するか。何それ、初見でーす。ナイス、はい。あー、これ救急カーツまで行くか。早いうちに火力上げていた方が、まあ後々効いてくるでしょう。で、相手のパーティー見る感じ、このターレスだいぶ刺さってると思うんで、赤色出てこへんの分かっとったから。おい、いやー、そのプライドトルーパーズのフラグメントがさ、あー最悪最悪、間違えた。交代してから特殊圧打ちたかった。まあ、いやー、これちょっとしくったな。トルーパーズのフラグメントがもうちょい出てほしいんだよな。突あり余ってるから、せっかく強く使えるんですけどね僕。うん、強い。いやー、やっぱこの不死身変身パーフェクトセルむちゃくちゃ強い。ライジングいくか。あら、よっと、はい。さあ、あー、ラッキー。さてさて、いやー、これどうだ。いやー、回避しんのが、なるほど。そっち系ね。いやー、これ黄色捨てか。まずは、必殺打つんやったら、ジレン。しっかりしろ。結構効くなぁ。魔人ベジータさん火力高いですね。ナイスタグ。まあ、ライジング待ってたね。完全に。だからタックルで牽制を入れたっちゅうわけや。はい、少しは楽しませてくれよ。強っ、やば。え、マジか。若干のラグで。さて、間に合うんかよ。やるな。いやー、これちょっとしくった。これさすがにジレン出せない。必殺技打ってくんやったら別やけど、出せない出せない。ライジングは打ってくるわけもなく、えいし。ジレンさんこんにちは。ほら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 、止まらないよ。打撃圧、これ通常打撃で落として、でメインで見るか。いや、わかんねえこれ。はい、おいしい。暴れよ。この圧縮すんのすげえ好きやねんけどこれ。よし、造作もない。はい、マッチングしました。飼い抜きパーティー対戦やっていきましょう。身勝手の極意いますね。親の仇。身勝手の極意に親やられました。マジやっちゃいます。仇取ります。ただ柔らかいんだよな、身勝手。普通に。
ジレンでゴリゴリ削れるんですよね。しかも結構ね、そのジレンで殴ってるとジレン紫でしょ、で身勝手がん、あれジレン緑でしょ、で身勝手が紫でしょ、だからジレンで殴ってると結構特殊カバチェン狙って身勝手出てくるんやけど、まだジレンのその特殊カバチェン無効があまり環境に知れ渡ってないんで、結構いい火力稼いでくれるんですよね。はい、よろしく。はい、少しは楽しませてくれよ。おーおーおーヤンキーヤンキー、柔らかくね。まあ二突やからやけどね、もちろんそれは分かってるんやけど、さすがにちょっとドーン、つえー、男は背中で語るもんやからね。アデュー。あー、オッケー。出てくるかなこれ。出てこない。いや、カバチェン外し。いや、いいや、と思ったら来るか。はい、ナイス。よし。これが凸のパワーよ。身勝手さんよ。苦しめ。ジレン強いよね普通に。はい、バニシングも回復させていただきますと。はい、しかもアーツドローも強いと。いやー、学習したか。あらあらあら、はい、カバチェン外しで必殺ぶっぱして、まあ、バニシング奪おうと思ったけど、しっかりと削り切ったと。大戦ありがとうございました。はい、マッチングしました。青染めパーティーか。対戦やっていきましょう。まあこれでいっか。青染めか、どうかな。青染めはまあ自練次第って感じやな。自練が頑張ってくれれば問題ないと思う。一瞬で削れると思うよ多分、必殺とか究極アーツ打ったら。はい、パワフルパワフル。はい、特殊カバチェン無効なんでカバチェン外しする必要なし。15カウントって結構長いからね。なるほど、そっちか。まあ狙ってこないよな、貫突ジレンに特殊カバチェンとはいえ出す勇気ないでしょ。はい、必殺アーツでいいや。ドーンだよ。かぐや様見てるんですねっていうコメントがすげえついてる。漫画は見てますね。アニメも見たけど、ほな見てるやないかって感じやけど、漫画全巻とアニメ1期と2期全部見ましたね。ドーン。ただその石神でしたっけ、あの髪の毛ロン毛のやつ、あいつのなんかシリアスな話でしょ今単行本だと。そのいらないんだよなシリアス。言っちゃうといらないんだよなマジで。わちゃわちゃしとってくれよっていう。はい、並ばしねえ。即射撃入るね、射撃圧。青色捨て。まあこっからターレス吸気カーズ打ったんで、余ダメージ 70% 上がってるんで、まあ普通に悟空3は削り切れると思います。でもベジットブルーはジレンでお手玉してあげるだけで落ちていくということなんだよな。ワイはジレンや、これで終わりや。ナイスタックル。救急ガーズってこれ紫も落ちるな。さあどっち捨てる。ああ、ベジットブルーね。はい、これがカントズの救急ガーズの力や。はい。
爆発してんじゃねえか、火力が。はい、これターレスの必殺技で落ちかな。はい、ドーンだよと。対戦ありがとうございました。星星の実を食べ続けてきた俺に勝てると思ったか。はい、皆さんお疲れ様でした。今回は強大な敵タグのパーティー使ってみたんですけど、いかがだったでしょうか。まあ強かったんじゃないですか。うん、やっぱり不死身と、打撃カバチェンで、ジレンに至っては特殊カバチェン2回無効できるから、まあ、相当強かったですよね。うん、でターレスもしっかり救急加圧ぶち当てることができれば、まあ紫属性にゴリゴリ削っていけるだけの、火力は手に入るんで、まあ、非常にいい感じのパーティーになってるんじゃないかなと思います。まあ強大な敵タグの青色がちょっと欲しいかなっていう、うん、ゴテンクスブーが一応いるんですけど、やっぱりちょっと物足りない。うん、柔らかいし、なのでまあ強大な敵タグ使うのであれば、まあこういう感じが結構最善なのかなっていう感じはしましたね。はい、ということで、よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは良きドラゴンボールライフを。バイバイ。